はい、はい、やってまいりました。やってまいりました。5日ぶり10月の29日に我々ドイツから帰国しまして、はい、成田に帰ってきましたが、はい、翌週の月曜日、はいはい、4日から成田でも、はい、また成田で合流しました。合流しました。はい、はい、で今はラスベガスに到着しました。やっと来ました。はい、長かった長かった。いやー長い。まあね、今回は飛行機でね、はい、成田からサンフランシスコ、はい、でサンフランシスコに乗り継いで今回ラスベガスに飛行機でやってきました。はい、今回は、セマショー、セマショーですね、はい、3日間か3日間会場明日から、はい、バッチリ丸々3日きちんと見て、はい、ミーティングをしてまいりたいと思いますので、はい、今日はとりあえずこのままホテルに移動して、はいはい、まあ、今何時ですか。午後の3時ですね、はい、3時ですね、はい、でこれからレンタカーピックアップして、はい、ホテルチェックインして、まあ、ちょっとご飯食べて、はい、明日から、はい、頑張りたいと思います。歩きますからね、はいはい、思います。じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、やってまいりました。やってまいりました。会場の方に着きまして、はい、到着です。これから中に入っていきたいと思います。はい、行きます。一応今回ミーティングもありますね。いろいろ入ってて、はい、MV MV MV フォージとボルシュタイナ、ボルシュタイナ、イノゼテック、リフトも、リフト、はいはい、なんかいっぱいありますね。はいはい、毎日あのランチミーティング、あと HRE か、 HRE、 今日は HRE、 ね、ランチミーティングとディナーの方のと入ってますんで、はい、3日間ねがっちり歩いて、体力を消耗していきたいと思います。なんでとりあえず中に入りましょう。そうですね、はい、行ってきます。はい、行ってきます。今回 HRE の新作のホイールが1台置いてありました。これが新作のホイールで、6欠なんですけど、まあ、5欠もできるよと。ただ、まあ、とりあえずまだ本当に仮の段階らしいんで、まあ、オーダーはできるんですけど、そのサイズが今これ18インチなんですけど、一応20インチもできるって話なんですけど、まあ、ちょっと確認するよぐらいな感じで、この車ものすごいはみ出て、まあ、アメリカなんではみ出るの関係ないんで、はみ出ててるのでディープリムで撮れてるんですけど、通常だと日本で考えると、まあ、フラットフェイスのリップ小さいのになっちゃうのかなというふうに思います。でもこういうなんかこうクラシックでかつちっちゃくて四駆っぽいデザインは、まあ、あの日本でも結構需要があるのかなと思います。はい、続いてボッセルス、はい、やってきました。よろしくお願いします。はい、どうも、はい、初登場でございます。詳しく詳しくあの裏側まで内山くんが、はい、マイスターになれるように頑張ります。はい、お願いします。はい、まずこちらと、そうですね、これが新しい HF シリーズ、はい、フローフォーミングのシリーズのニューモデルですね。一応 HF9、まあ、9番目、はい、HF8 に続いてこちらも、フローティングキャップのモデルとなってます。これすごくないですか、ここ。これそうなんですよ。これ色違い。これ色違い。そうなんですよ。あ、色違い。フィニッシュの、これまあおそらくスタンダードフィニッシュで。HF シリーズでこのフィニッシュができるんですか。そうなんです。すごい。しかももうブラッシュドとかやったら、本当は肝臓とか変わんないですよね。そうなんですよ。なのにね、ちゃんとこういうところも。そうなんですね。こういうディテールとかもやっぱり。肝臓からこう、すごい、ちゃんとね、これ何インチが、22インチ、24インチからスタートして、まあ、26、20、21っていうことで、まあ、随時追加していく予定だということで、今のところは聞いております。はい、はい、これはいいですね、売れる、売れる、かっこいい。新作 LC シリーズの、はい、ニューデザインですね。今もうすでにこれとこれがそれですね、新モデルですね、ニューモデルです。はい、はい、一応 LC すごいっす。これもまた同じようにめちゃくちゃ細いし、ディテールが、削りがすごい、あ、浮いてるね、うん、ちゃんと浮いてて、こういうここもね、削られてて細いっすよね。こいつも出来たてほやほやということで、出来たてほや、このモデルは3ピースのみですか。3ピースと、あとはこちらモノブロックも、モノブロックも、はい、追加されてます。
これ同じデザインのモロブロックがこっちってことですね。そうですね。かっこいいですね。ねえ、本当にかっこいいですよね。自画自賛でございます。いや、僕が作ったわけではないんですけど、ね、もう本当にボスのデザイナー様様でございますね。これはアーバンさんのコラボアイテムですね、はい。この辺は既存のモデルになってるんですけど、一応センターキャップを仕様を変えて登場。フローティングレとか、はい、これはもうそれもすごいっすね。見て、穴開いてる。あ、本当だ。抜けてる。すごい細かいっていうか本当すごいです ね、 そうですね。最近は本当にセンターキャップ周辺こだわってて、やっぱり目を引くように元々のすっきりしたデザインから少し変化が、これ今までのスタンダード、そうですね、これがスタンダードなんですけど、はい、まあ、こういうパターンも追加してますし、オリジナルでもこういうようなセンターキャップを使ったシリーズも出てます。既存のシリーズ VPS シリーズのモデルになるんですけど、まあ、今までのちょっと古い、はい、まあ、ボスのフォージュが始まった当初の時からあった、まあ、VPS シリーズっていうのをちょっとまあ廃盤して一新して新しくモデルを追加するということで、で、VPS シリーズ3ピースはなかったんですけども、今回からは、モノブロックと3ピースというふうに追加っていうことになってます。センターキャップもまたすごいですね。そうですね、このセンターキャップはこのホイールじゃないとできないんです。そうですね、こっちのホイールでこのセンターキャップができない。これができるんじゃないですか。実はですね、これ同じデザインじゃん。同じデザインでセンターキャップ周辺を、まあ、スタンダードのキャップにするか、あ、まあ、デザインとつながってるいわゆる、まあ、キャップ式のタイプに、まあ、これに関しては今どちらも選択できるようになるのか、どちらかになるのかっていうのは、はいはい、今お客さんの反応を見て検討中ということになってます。こっちが普通の、そうですね、左側にスタンダードールのデザインで、こっちがセンターロックっぽいデザインなんですね。こちらが今の見ていたらモノブロックの、ね、あ、同じですね。そうですね、同じデザインでキャップ式は仕様が違う。あ、これセンターキャップ色は選べる。色は選べます。さっきからこの隣がずっと気になってるんですよ、こっちの。それ気になっちゃいましたか。これ実はね、日本だと多分あんまり見れないかもしれないですけど、少し前からあるんですけれども、はい、なかなかやっぱ日本で履いていただけるサイズではないもんですから、ね、これやばくないですか。 あんまり積極的に紹介はできてないんですけど、めちゃくちゃかっこいいんですよ。実際めちゃくちゃかっこいいんですよ。めちゃくちゃかっこいいんですよ。これぜひぜひチャレンジャー求むってやつですね。でも本当会場見てるとボッセの装着率めちゃくちゃ高いですよね。あ、そうですね、はい、やっぱりやってきてますね。すごい、だからいろんなこうマーケットにちゃんとこう食い込んでる感じですね。そうですね、もともとはやっぱりパッセンジャークーペ、はい、メインなところあったと思うんですけど、まあ、最近は本当に四駆、まあ、オフロード系にも食い込んでて、こんだけなんか幅広い車種に対応できるからいいですよね。そうですね、必ずなんかこう希望するデザインが見つかりそうなブランドですね。はい、続いてやってまいりました、はい、MV4 自動エール13。すごい、このロゴに多分衝撃を受けた人は結構いるんじゃないかな。いると思います。で、なんでっていう ね、そう、いろいろあるんです。いろいろあります。今回、まあ、実質 MV4 自動ホイールイメージっていう会社が、はい、L13 っていうブランドを買収したという形になって、合同ブースというか、うん、ダブルネームで、はい、ブースが展示されているっていう形なんで、まあ、ホイールがね、右側 L、はい、左側 MV みたいな、結構そういう感じで、左右分かれて撮ってるつけてるので、その辺もちょっと見ていきます。はい、はい、じゃあ行ってみましょう。はい、まずこれね、これむちゃくちゃかっこいいよね。インスタとかでは見てましたけど、これまずインドゼテックのラッピングがされているっていう、はいはい、40ですか。え、 40です、ね、はい、これめちゃくちゃ有名人の車で、多分ね、見たことあるかもしれないけど、もともとこの前が多分ピンクかな、うん、ピンクですね。でその前が緑かな、緑っていう風に色がどん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 変わってってる、ね、そんなに張り替えたら塗装剥がれちゃうじゃないかな。心配ですけど、確かに確かに、まあ、大丈夫なんだ。はい、はい、じゃあホイールを見ていきましょう。はい、はい、今回左側のホイールがヘリテージシリーズのメッシュのセンターロックね、ホイールは履いてあります。これかっこいいよね。かっこいい、やっぱりセンターロックになると、うん、だいぶ印象が違うよ ね。結構なんかメーカーによってはこの辺センターロックにした時にポテッとしたことが多いんですけど、はいはいはい、ね、ちゃんと一段落とし込みして、うんうん、ね、違和感ない仕上がりになってます。でちゃんとここにヘリテージの
ロゴが。やっぱステップリップってのがいいですね。ステップリップいいね。いいね。ステリアも同様に同じホイールが入ってて、まあディープリムだよねリアね、はい。だいぶアウターリムきっちり取れてる感じ。一応後ろにも。ヘリテージシリーズの結構個人的にはこれそれね刺さってるんですよね、ここは、はい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 、これ、それ裏側もちゃんと削ってあるんだ ねよいしょ、はい、ほら裏側がこんな感じで削られてディッシュなんだけどちゃんと裏側はスポークになってるっていうね、はい、HRE とかでよくやってるような手法で削ってあります、ね、裏側もやってるで、なんかこれも話によるとそのセンターディスクがフラットだったらやりやすいみたいな。やりやすい。コンケーブするとできないですけど、これは少しコンケーブしてるけどちゃんとやってあります。その辺はなんかリクエストすれば結構柔軟に対応してくれるんで。はい、これがこの同じかな。同じデザインですね。補欠になるとだいぶまた変わる、ね。違いますね。Really excited about showcasing is the RS series under the AL13 brand.We have a full exploded wheel here to show you the actual process of how the wheel looks in its lifetime from start to finish. So step one obviously is the forging, 6061T6 forged aerospace grade aluminum. After it takes raw form, we turn it and we get the concavity, the brake wall, the cap detail. We'll turn all that, the profile of the wheel, and then we'll raw mill it off on our three-axis CNC mills.So we do tons of surfacing, very intricate designing, so it takes a long time, giving you almost like a chain link effect on the design concept. So you got full cutout exposed. So for example, if you want to do a matte black face with a red lip, you're going to see red behind it. Here's a good example, the RS60. You can see this is a liquid bronze with a brushed satin on the face and a polished gloss on the lip, and you can see the lip through it.So if you did a different color accent, you can see through it even more. This is one of the newest designs ever released right now, and as well as this one. This is the R190, and this is the RS300. Then we also have the brand new Aero Plus version 2 disc. This is a two-piece disc. The top piece, you can do multiple colors, as you can see. You can also do carbon fiber right here as well. If you want a carbon fiber accent, you can do different color text fill.It comes with titanium bolts as standard. So this is the brand new Aero V2 that just released at SEMA. And if you guys really like disc wheels like this, I can also show you the newest 109 RC from AL13 wheels over here. The most famous disc in the industry is the 109R disc. We decided to come out with a fully carbon series in the 109R series. So we call it a 109 RC for carbon. You can get the carbon discs in twill,plain weave, forged carbon weave, and either dry or gloss. And it'll come with full titanium hardware as well. So if you guys like what you guys see, contact Bond or Lager Corp, and that's the only people in Japan that we like to deal business with. Please let us know what you guys think about all the cars and what designs you guys want on each car, and let us know in the comments below. Thank you.720ですね。はい。これがまたフルカーボン。これすごいね。これがリフトのボディキットになってますね。はい。でもうフェンダーもワイドになっていて、後ろもオーバーフェンダー。パネル類全部交換。すげえな。はい。お値段もすごいです。でしょうね。はい。はい、一回値段聞いたんですけど、はい、ぶっ飛びでした。あ、じゃあこれにできるってことなの？できます、できます。はい。Hello everyone, this is Vince from Rift. I'm happy to debut the new McLaren 720 widebody, specifically for the Spider model. Last year we debuted the Coupe, this year we're debuting the new Spider. We've made some changes to the kit, including an updated fender, specifically for the Spider, an adjusted door card. We've also adjusted the rear end as well, with new upper panels, full engine bay covers,and a 765 LT quad style exhaust. The kits are available now. Current ETA for delivery is about 4 to 6 weeks. リップの高さがやばい。しちゃいますね。エアーじゃないでしょ。エアーじゃないと思う。バネない。バネです。すごいね。でホイールは、はい、一応リフトのホイールなんですが MV フォージドが作ってるホイールなのでコラボレーションのホイールですね、はいはい、結構 MV フォージドいろんなメーカーとコラボして、うんうんはいデザイン出してくるのでこのホイールも変えます、はい、リフトのやるがついてなくて、はい、でキャップはやっぱリフトになるのかなロゴがリフトって入るのかなそうですねここにリフトって入ってる
これ見たかったやつ。見たかったです。結構今回レベルと出展されてるのかなと思ったんですけど、意外とないです、ね。意外となかった。この1台だけ。なんならグッドオートの方がいっぱいいたわ。あ、そうなんですか。うん、でこれはデュークダイナミクスの、はい、はい、ボディキットがもうフルなのかな、ちょっとパーツ構成はわからないですけど装着されていて、もういきなりフロントフードまで変えちゃうっていう。変わってるね。すごい。やばいっすよね。すごいね。これはクリエイティブビスポークですね。っていうショップが制作した。はい、結構めちゃくちゃな、もうね。ワイドボディ、ワイドボディ、ワイドボディ、ワイドボディ。とにかくゴリゴリの車作る、ね、去年のセマも結構クリエイティブビスポークですね。そうですね。じゃあホイール見ていきましょう、はい、こちら側が MV フォージの新作ですね、はい、ここがしっかり削り込まれてる。ああ、これね、さっきの、はいはい、でもやっぱ結構フロントは真っ平らになっちゃうんですね。キャリパーがなんかものすごいでかいっていう話ね、うん、で一応純正の車庫帳でローダウンしている状態、はいはい、まあまあでもまあいい、まあまあまあ、いい、そうはね、うん、この前計測したけど、いい、まあこんな感じで、ね、いい感じで下がるかな、うん、サイドのサイズ的には21、22、純正タイヤを流用しているので、はいはい、まあ、12.5J をそのまんま使ってる感じですね。 12.5 に33、3方法のタイヤが入ってる、はい、フィットメントはちょっとタイヤの腹が少し出てるかなぐらい、はいはい、もう、はい、どうだろうな、2-3mm ぐらい入れてもいい気もするっすけどね。まあ、相変わらずバッチバチに攻める、はい、このリアウィングもすごいよね。怖いっすよね。これなんかみんなここからなんか立ててるけど、ね、そうですね、やっぱリアウィングの一番後ろ側が動いちゃう、そうじゃないからって話だよね。でこれこのリアバンパー強烈っすよね。いやそう、なんかあのデイビッド社長、はい、ホイールイメージの社長があの転倒させてくれた動画をあすでに撮ってるんで、そうなんですよ。 The diffuser actually lights up as soon as you enter the car. So really happy about how this build came out. ガンダムみたい。反対側は AL ですね、AL、これも新しい、これ新しい、このリムのフランジがしっかりリクロスされているやつ、ね、はい、はいはいはい、うん、ザ・アメリカ、そうアメリカのホイールって感じがする。しかしサイドスカートのフィンがめちゃくちゃでかいね。すごいねこれ、はみ出ちゃってるだってこれ。で次がこれが812、これかっこいいよね。ねかっこいい、ね、弊社でも取り扱いのあるザコエ、はい、ザコエのボディキット、台湾の会社の、台湾ですね。 On this side, this is probably one of my favorite builds just because the amount of work that went into this kit and the interior as well. This is an 812 super fastdone by Zakoi wide body. This is the first ever Zakoi wide body A12, done by Creative Bespoke. We ran a massive concave on the front and the rear in a 21-22 setup with a three-piece configuration. We did a full polished wheel with brushed surface, and we did matching blue text fill and accents to match the interior and the brakes. On this side, this is the new MR201 that just came out for MV Forged.So this is a brand new design, fully released at SEMA today. On this side of the car, we have AL13 R150. This is a brand new design that just came out this year. We also did the same configuration with the same accent colors and the same finish. So we wanted to showcase MV Forged and AL13 on each side of a car. So let us know in the comments, which is your favorite setup on the cars.こっち行きますか、はい、こっち行きましょう。あのツインターボという噂のアベンタドール、はい、ツインターボ、これまたフルカーボンボディ、これもすごい ね。これがデュークダイナミクス、デュークダイナミクスのエアロ、これだ、これもワイドでしょ、これもワイドだね、うん、ワイドボディすごいね、すごいホイールが MV フォージュ、フロントすげえ反ってる、ね、AR ディスクがついて、でこれもクリエイティブビスポーク、クリエイティブビスポーク、すごいよね、クリエイティブビスポーク、これなんか新作のあのAR ディスク、あ違います、これは今までの方で、小さいオレラディスクはまた別で、ね、はい、まあでもブルーカーボンも使ってるね、うん、だからもう塗り分けで、だからキャンディーのブルー吹いてやってるんでしょ、これは MV 同じですね、MV、はい、これは左右とも MV で、もう一台カリナン、カリナンジャスティンはい、フレンズ、お友達、友達、友達、ちょっと日本語で聞いてThis is the Urban Wide Body Cullinan. We did 26s on it. On this side, we did the VL88s from our Signature Series. This is something different that we've never done before. We did a full satin black, but we left the windows in polish, mirror polish.
So you'll see a lot of gloss black with the mirror polish, but I've never really seen a matte black with mirror polish. So the satin black with the polish, I think, really elevated the wheel. This is a really extremely rare spec. I know it's not for everybody. It is a baby pink interior, but it's extremely rare. There's only a couple that are in the States. On this side of the car, we have the new AL13 Luxol 1. This is a new from our luxury lineup. We also did a satin black 26-inch one piece with mirror polish accents. The Luxol 1 really looks really good with this, you know, full disc concept with the mirror polish around to outline the disc. Looks really good. And you can run these wheels in floater cap or regular cap. We do have other vehicles that are outside, not in the booth, but these are the vehicles that we really wanted to showcase. I'm glad you guys are watching this and getting an experience at SEMA with us and Bond. So, thank you. MV4GEDからキャストが。あ、MV4GEDのブランドで、はい、キャストが出ます。はい。これなんか結構人気出そうな。ああ、確かに。ね。これもちゃんと。そう、キャストなのに ね、浮いてる工場と同じ感じで、隙間がちゃんとある。で、フローティングギャップがついて、これもかっこいいです。今まで MV4GEDブランドではなかったですね。ブラダー。ブラダーだけ、うんうんうん、だったのが MV からもキャストが出ます。MV4GEDだけ置いてる車がもうとんでもない。すごいよね。ね、他のブース見てもこんな車ないですよね。はい。これだけの台数を集めるっていうね、はい、なかなか。ですね。まあ、ちょっとブースの作りもかっこいいので、ぜひね、僕らも参考にさせてもらいたいなと思いますけど。はい、というわけで、はい、はい、MV4GEDと AL30、まあ要はホイールイメージという会社の、はい、ホイールと車をご紹介させていただきました。はい、What's going on, guys? We are here for another SEMA 2024, the InnoTech JEDA booth. We've got some really exciting things in store for all of you. We've got an expansion of our dynamic PPF range, with one of the colors being on Mr. Sung Kang's Datsun 240Z. This is his 78 car, a completely overhauled classic. Every nut and bolt on this has been completely replaced, and just, it's an amazing car. We did a road trip with him all the way from LA to Vegas, and here it is. And he was here yesterday signing autographs for 2 hours. That was a lot of fun. But like I said, expanding the dynamic PPF range, we now have around 50 colors. But one of the coolest things this year is our exclusive dealer program, a program for a lot of you dealers out there who are looking for something a little bit more special. It expands the portfolio by 69 new colors, primarily in our vinyl range. We do have a Liberty Walk GTR over here, which I want to show you guys. This is pretty cool. This is rocking our metallic silver, metallic blueberry, gloss black, and our gloss white. So four colors on this unique build. This is owned by Daryl from JEDA. So super, super clean. The Rohana wheels, same wheels that are on my RWB actually. And then over here, and iconic car. This is obviously a Dodge Charger from the first movie. This is first Fast and the Furious movie. This is not wrapped on our film, but still really cool nonetheless. So guys, I hope you like what you see. This has been a fun 2 days so far. And I mean, we're only getting started. We've got two more days in store for us. So hope you guys like what you see. Cheers. Konnichiwa. Welcome here at Vorsteiner today, 2024 SEMA show. And I'm very excited to have Bond Shop from Japan. They represent us with Vorsteiner in Japan here today. And yeah, thank you for coming. And I would like to show you our program here at our booth at the Central Hall. Let's go start with our new program for the McLaren Artura. It's called the GP63 Limited Edition. Let's start with the front spoiler over here. We have a very nice carbon fiber hood with the integrated vents, our canards on the left and right side. And then a very nice detail over here, that's the original front fender. We just extend the fender vents to get the air turbulences better out of the wheel well. And on the side of the car, we have the side intakes to improve the airflow, our beautiful side skirt, and a very important detail, we launched our magnesium forged wheel program on this car. We take care of the performance, so we stick with the original factory sizes, which is a 20x11 in the half and a 19x9 in the front. And at the back end of the car, we have our rear diffuser, very aggressive looking, so we try to follow the body lines of McLaren, and also the three-piece wing, which is with the extensions. They just got bolted into the chassis and the wing blade. The carbon fiber, everything is made in-house and engineered in-house in Huntington Beach. You can either get it in satin finish or gloss. All right, let's go further to the Lamborghini Urus Performante. I mean, this car looks aggressive from factory, so we just try to support also and follow the body lines of Lamborghini.
So we have, in this kit included, a very nice looking aggressive hood, fully carbon fiber, of course. We have our aggressive front lip and front spoiler. And then we have our fender flares, functional. You can see that the air goes in here and the air comes out over here. So functional fender flares. Have a look real quick at the 23-inch wheels, three piece. Everything is manufactured in-house. So we cut the wheels in-house, we design in-house, we engineer in-house, and we assemble, of course, in-house. Our side skirts, of course, are included in this kit for this car. And at the end, we have new end caps, a bit more aggressive looking as the factory ones. We have our small, or let's call it deck lid spoiler, and the very nice and aggressive looking rear diffuser. So, welcome here at Gunter Works, which is the sister company. So, Warsteiner started 21 years ago, and Peter Nam, the owner, the founder, he started Gunter Works 7 years ago. And here we are with our latest Turbo Edition. Quick information about Gunter Works. So all the cars we do are based on the 993 C2 model. So we just strip down everything to the bare metal chassis. And then the car we do here is completely built out of carbon fiber. So just the doors and the chassis we keep original. And the rest of the car, fenders, front bumper, hood, roof, spoiler, panels, everything is made out of carbon fiber. Look at the beautiful wheels, also with the carbon fiber barrels, the Brembo brake, and of course this beautiful paint. By the way, every single car we do is unique, so it's custom for the customer. So everybody is speccing out his car in Huntington Beach with us. So we spec out from the color, the wheels, the interior, everything special, so every single car is unique. Very impressive, our 750 horsepower engine with the flat fan. It's a collaboration with Jeff Gemroth from Roth Sport Racing, based in Oregon. We are super excited to work with Jeff for such a long time now. And yeah, so thanks for watching us here at Gunter Works. Check us also out on the website. Thanks for watching us. お疲れ様でした。ラスベガスからロサンゼルスの空港に国内線で移動してきまして、はい、ここから、成田に帰りたいと思います。まあ、長いようで短い。そうですね、うん、まあもうあっという間ですね。あっという間だったね、はい、意外と3日間狭ですね、行って、はい、割とゆっくり見れるかなと思ってたけど、昨日がね、全然昨日がミーティング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 っつって、はい、立ち話もあったりとかね、はい、めちゃめちゃバタバタな3日間でしたが、はい、今回ね、いろいろな収穫ももちろんあったので、はい、戻り次第皆さんに、はい、いち早く最新情報をお届けできるように頑張りたいと思います、はい、それからあとオートサロンもね、はい、そうですね、もうすぐ、はい、あっという間です、はい、あっという間です。来年のオートサロンはむちゃくちゃ早い、もう年明けすぐなんで、はい、年内にきちんと準備をして、はい、新しいものを皆さんにお届けできるようにしていきたいと思います、はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と、はい、各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。